僕は友達がいない、少ないではなくいないのだ。そんな相手に友情なんて芽生えるはずがない。それなのにどういうわけか。俺と一緒にラーメン食いてえのか。貴様こそなぜ俺たちをつけます。ああ、てめえが消えろや。俺らはラーメン食うんだよ。仲間として忠告しとくが、付き合い考えた方がいいぞ。お前とも仲間じゃないがな。お容赦だ。ほら、これを使って。もう大丈夫だから。あそこに繋いでおいたのにね。よっしゃ、その犬俺たちが見つけてやんよ。おい、公安部隊鳴らそうとしてるぞ。食べろ。その有罪顔のせいで。誰が有罪顔で。こらよし、これをコピーして街中に配るぞ。行くぞ佐伯。話を聞いてしまった以上無視もできない。やれやれ、念写でもしてみるか。もう一回だ。迷い犬、迷い犬、迷い道。お粘土のアホ。こいつもないな。あ、リンドー、心配したんだから。やれば。佐伯、まさかあの二人に助けられるとはな。なんで俺様も見つけてきたのに。じゃあこの犬誰のなんだ。そいつもだ。僕と奴らはもはや違う生物。そうだぜお嬢ちゃん、俺様と佐伯はずっと友達。ずっと。うちのクラスの担任井口匠がこの学校に赴任してきて早半年。今度は何やら別の悩みを抱えてるようだな。本当に困ったものだ。君の問題だ粘土君。どうしたら粘土君をいじめから救えるんだ。は？それにこの前他の生徒が粘土君の悪口を言っていた。あとはあの頭だ。普通自分の頭をあんな風にはしない。誰かにやられたんだろう。やれやれ、熱血すぎて周りが見えてないな。とにかく粘土君の様子を注意深く見ておこう。海道君は成績は上位の方だが、裏では粘土君を勉強のストレスのはけ口にしている可能性も。そういえば海道君はいつもあれをしているな。だからねえよ。やっぱり前の学校では不良少年だったのか。だからそれは合ってる。あの二人妙に怪しい。誰か先生呼んできてよ。うわ、怪しい。いや、小林君に海道君。そういえばこの三人は仲が良かったな。粘土君に伝えておいてくれ。昼休み体育館に来い。いつでも叩き潰してやるってね。先生どうかしたんですか。いや、なんでもない。いや、絶対何かあるでしょ。なんだ、鍵が。邪魔が入らないよう鍵をかけておいたよ。おう、上等じゃねえか。なんだ。おぼう、どうするの。何をやってるんだ。あれ、先生どうした。クソ、母ちゃん大丈夫。復元能力で戻してみてもいいが、前みたいに戻りすぎる可能性もある。お前の周りに見えない壁ができてるぞ。何、くそ、まっ、挟まって。なるほど、これは便利じゃなくて不便な能力だな。笑いのツボそこ。勝手に発動してしまうなんて危険だし、面倒をこの上ない。今だってバリアのせいで椅子から50センチ浮いてるから。すまない、また僕の仕業のようだ。クソ、なんとかしろこれ。マトリョーシカ、どうやって入った。うわ、なんか手からいっぱい出てきた。なんだなんだ、マトリョーシカで敵地なんてごめんなさい。大丈夫かクソ。この非常時に笑ってんじゃねえ。おう、ああほら、さっきの笑いのツボのせいで。やれやれ、なんだかイライラしてきた。あれ、ママ何してんの。ママどうした。ダメだ、あ、ごめんごめん。あ、おいクソ、ママお前とかしてくれ。なんか髪型が入れ替わっただけだ。なんでだよ。あれ、めっちゃいい声で。今はいらない。母さんならとっくに元に戻ってるぞ。あら、バレちゃった。そんなことしなくても構うに決まってるだろう。ママ全然良くない。まだこれが元に戻ってない。あら、シオン平気。違った、その隣のやつ。ここに、おかえり。また違った、反対側にあった、これだ。いや、物体形成は全然無駄能力じゃないな。まさか3人一斉にこけるとは。しかもよりによってブラックコーヒーなんて。教科書にもびっしりかかっちゃったね。ああ、次の授業で使うやつが。これよかったら使って。佐藤君、なかなかいい感じ。あの腐れムブが人の女に手出しやがって。お前のじゃないがな。うわ、全然取れないな。ぜい。あ、鳥塚君。いや、久しぶりだね。でも大丈夫だよ、僕が教科書見せる。俺の教科書使えばいいんじゃね。でもそしたら鳥塚君の番が。さっき全部こぼしちゃったもんな。あっ、ごめん鳥塚。本当悪い。うわ、すげえかかっちゃったな。いや、じゃあ鈴宮さんは僕のを使って。うん、ありがとう。今日の放課後俺とデートしない。デートだって。でもごめんなさい、今日無理なんです。ゼロ。放課後は予定があって。限界のその先へ。鈴宮さんが俺の予定を優先してくれた。ふーん、そうなんだ、じゃあちょうどいいやに。あ、ついだよ。ここ、いらっしゃいませ。これどっちがいいと思いますか。赤と青なんですけど。佐藤君。え、彼女のこと頼んだぜ。泣かしたりしたら許さねえからな。彼女の幸せを思うならあいつと一緒になった方が。干渉に浸ってんじゃねえよ、普通に逃げただけだろう。ああ、そうっすよ、あれは俺の手には負えねえっす。ひーちゃんはあのモブにくれてるっす。ひーちゃんの不幸の原因が分かりましたよ。守護霊があんなんだからっすよ。ダメそうにも程がある。でもあれをなんとかすればひーちゃんの不運は減るぞ。なんとかできるのか。じゃあ不運さえなければひーちゃんは俺の。僕はまだやるとは言ってないぞ。ひーちゃんは諦めろ、それなら協力してやる。そうか、じゃあ帰るぞ。ああ、もう分かりましたよ。
ス。おいお前、ひーちゃんの守護霊だったらしっかりあの子を守らなきゃダメっしょ。おや、クソくんじゃないですか。こんなところで何をしてるのですか。おや、そちらにいるのは2組のトリツカくんでしたね。 PK 学園サイキッカーズでしたっけ。うわ、何ですかあれは。ああ、わかりました。あれが俗に言う守護霊というものでしょうか。トリツカの霊能力を僕経由でお前にも伝えているんだ。まず頭に乗っている弁はフェイクですね。形が整いすぎています。生地の痛みをから何百年も変えていないようです。今の姿だと思われますね。いや、だからどうすりゃいいんすかね。おめえ、汚ねえふんどししてやがんな。緩む切ってなんかはみ出してんじゃねえか。ゲッ、向こう投げるぞ。そこいや、守護霊いなくなったらまずいだろ。お乳のふんどしを締め直した頃には二人はすっかり打ち解け、無事に左脇腹町に帰ってきたのだった。と思ったら持ち直した。これからは立派な守護霊として。ダメっすかね。トリツカの下駄は急いで供養された。そしてクソがここにいること、みこちんの余地でバッチシ。せっかくだからちょっとひーちゃんのオーラを見てくれ。前と全然違うし、まがまがしさ皆無じゃん。もう安心していいの。あ、まさかこんな簡単なことだとは。全然良くねえっすよ。ひーちゃん諦めなきゃなんねえのに。そんなこと言ったか。どうせすぐ振られるだろうがな。なんか暇だな。ラーメンでも食い行くか。ラーメンは腹が空いた時に食べる。おいおい、なんだこのデッキは非属性ばっかりじゃないか。こんなところで何してんだよチビ。バルキョリエブレアケラ。バルキリーブレイキャーだバカ。貴様らバカにしてるがな。今日こそ67敗の連敗記録をストップするぞ。ボッコボコにしてるじゃないか。け、そうかよ。そこまで言うなら上等だぜ。バカな俺らと勝負してもらおうじゃねえか。だバカか貴様は。お前そもそもカードデッキ持ってねえだろ。お互いカードがいるんだよ。やりたきゃ買ってこい。ああ、めんどくせえな。最近相手がいなくて飽き始めたから嬉しいぜ。このゲームはやめさせたくない。俺っちだけの最強デッキ作ってやんぜ。何買いに行ったの。凶暴なリス、シマウマライダー、ダッシュコアラ、ジャンピングラビット。お、獅子王ミケ。現時点最強の攻撃力だよ。マスターなんかミケ出すのに3万も使ったんだから、それを一発なんてすげえ。そのためにはまず粘土を渡り合えるレベルにする。この辺のカードをバランスよくデッキに組み込まないと。3枚同時に来たわ。だねー。本当だ、マスターが10万以上かけたデッキより強そう。もう引退しようかな。勝負だねんだ。大事なのはカードの良し悪しじゃねえってことを教えてやるぜ。さあ、どこからでもかかっ。次はおめえの番だ。それはババ抜きだろ。アミーナチビ、おしゃ揃った。バルキリーブレイカーのルールを説明してやるからよく聞けよ。ここまでは分かったか。おう、全然分かってないぞ。モンスターカードは守備表示にすることも可能だ。超面白い。理解できたか。マジウケ。思いっきり眼球をついていってる。面白い。あいつとダメ。俺のために説明してやってると思う。やめてよマスター。僕とシン君がカードの取り合いで喧嘩になった時って言ったじゃない。いや、まあそれはそうだが、その話はまた別です。こうして粘土に子供たちが加わり、粘土 VS カイドウさんの戦いの火蓋が切られた。あの伏せられたカードは何だ。手札からリーゼントクロコダイルを召喚。粘土のモンスターカードはスライモンキーだ。こっちも出た。うわー、リーゼントクロコダイルの勝利だ。そして思いのほかグロイ。最後にカードを1枚伏せて、ターンエンドだ。強すぎるぜあの人。グリードキャタピラー召喚だぜ。うわ、虫はやめろお前。さらにここで伏せてた魔法カードただならぬ自爆。うわ、ちょ、ど、ま、ま金色獅子王ミケを特殊召喚。出ろ。どうすりゃいいんだ。それだよお兄ちゃん、そのカード出して。クラインの壺だと。場に出ているお互いのモンスターカードを入れ替え、金色獅子王ミケを生贄なしで召喚。バカだが俺もここでクラインの壺を引けば。頼む。はい、カイドウさんの負け。お、アメージング、奇跡のイリュージョニスト、超能力のスーパーマジックショーが始まるよ。ははそこまで言うなら見てみるか。変哲ある。中にはもちろん何もありません。アメージング。それよりその鳩はいつ使うんだ。さあ、マイケルが箱に入りました。ドラムスタート。ドーン。では箱をオープンします。え、おいおい、まだマイケルは移動しきってないぞ。アメージング。ははこんな顔をすればいいんだろうか。あれ、君まだ残ってたの。え、あ、お金。ピーコー。頭に鳩がいて忘れるか普通。そういえばなんでわかったの、ここに鳩がいるって。やっぱ僕この仕事向いてないのかな。そして僕が職を失うと早々に妻が出て行ったよ。帰るタイミングを逃した。何、いろいろなものが消えるのはもしかして僕には消す才能があるんじゃないか。路上で120万貯めて人体切断マジックの機械を買ったらきっと妻も戻ってきてくれる。そうだ、君もイリュージョニストを目指してるんだろ。よかったら見てあげるよ。これだ。何を出すんだい、鳩かい。ははマジでか。弟子にしてください。
そうきたか。テレビは嫌いじゃない。テレビは僕に驚きや興奮を与えてくれる。あなたは今夜奇跡の目撃者となる。全てを失いイリュージョニストとなった彼が奇跡の大イリュージョンを披露します。おいおい大丈夫なのか。しかも生放送。まあテレビでやるんだから大丈夫だろうが。あちょま閉まりました。閉まる寸前あちょまって言ったぞ。さあ残り3分を切りました。どうする。あってはならない大事故になってしまいました。蝶野さんは無事なのか。箱の中から今出してよ。僕も無事脱出できたし、中にいるように見せる演出もバッチリだ。もう一度瞬間移動するには3分インターバルを置かなければならない。ありとあらゆる関節を外したぞ。まったく次は何だ。それはここでジャンプだ。簡単なことだ。ヨードローラーだ。おー、ジョロさんがあんなところに。脱出成功です。やれやれ、こっちも脱出成功だ。地面がやわくて助かった。じゃあ告知をさせてください。この後10時からドラマラブファンタス。まさか俺が犯人だとは思わないだろうな。見ねえよ。リアル型脱出ゲーム近くでやってるんだが放課後全員で行かないか。へえ、面白そうだね。呼んだか。呼んでない呼んでない。向こう行ったろ。連れてってやれよ。まあ僕には関係ないがな。別のやつ探すしかないか。バカ最近。おお、これ面白そうじゃねえか。行こうぜ。場所は分かるのかい。ああ、地図が載ってる。じゃあ行こうぜ。俺が案内してやるぜ。あ、やめろ。そんな叩いて脱出するもんじゃないだろ。ダメだ、非常ボタンも反応しない。携帯保険が。いや待てよ、なんだこいつら。なぜこんな廃ビルみたいなところにいるんだ。何を証拠に。いやだって来るとき全然人が通らなかったし。でも犬がいたの。ってことはこのまま何日も誰も来ない可能性だってある。こうなっちまったら慌ててもしゃあねえべ。とりあえずどうすっか考えようぜ。でひとまずうんこしていいか。俺ちさっきからずっと我慢してているんだ。助かったか。本当にだらけ。もう揺らすなって振動で出ちまうだろうか。まあ自力で何とかしてもらうか。手助けはしてやる。バールのようなものだ。なんでこんなところに。なんだっていいべ。これ扉を開けるぞ。おい、あの扉の下に何かあるぞ。なんだよ、ちょっと肩車してくれ。おい見てくれ、扉を無理やりこじ開けたせいかボタンがチカチカ光り出したぞ。怖えな。バグったのか。散々試したじゃねえか。あれは中からじゃ開かねえようになってんだよ。おい何食ってんだよ。俺んじゃねえかそれ。なんだ、上になんかいるぞ。この足音は。さっきの野犬だ。チップの匂いに集まってきたんだ。よし、じゃあ気を取り直して脱出ゲームしに行くか。おう、いいぞ。もうこりごりだ。おう相棒、海行こうぜ。おう、いやあそこの道をなんとなく歩いてたら。あれ、相棒の母ちゃんなんすか。そうです。今日は何の用で。というわけで僕はこんなところに来ている。さてはおめえ泳げねえんじゃねえよ。うわー、ミスター。大丈夫か。今行くぞ。すげえな、この暑いのにボランティアかい。よし、ナンパするか。お前は何を言っている。チッチッチ。男は顔じゃねえ、心意気よ。仲間だと思われるのはごめんだ。何なんだお前らは。向こうに行け。大丈夫か。貴様何のつもりだ。お、エボー、どこだ。やれ、大事になる前に陸に上がるか。え、見ろよあの女。おい、俺のことはほっとけ。一人で戻れる。よっしゃ、足がつった。入る。やっべ、おめおめおめ、立ってるのか。粘土どうなってるんだ一体。ナンパ成功より早かっただろう。水面を歩く方がな。粘土力、君のその生き様に惚れたよ。男がな。ふう、やはり悪くないな、ここのコーヒー。そしてコーヒーゼリー。いらっしゃいませ。何名かしら。3名です。喫煙者来てお願いね。ごめんなさい、ね、私37歳です。見た目はもっと若く見えるけど私はもう40過ぎてますから。私32。 あんたが一番年下なのかよ。驚くほどのことじゃないわ。17だったかしら。じゃああいつあの時何歳だったんだ。厨房。いや完全に竹内力じゃないか。あいつ竹内力っていうの。その点うちの子はダメね。あら、俊くんとてもいい子よ。まあでもその分ちゃんと初対面の人にも挨拶ができるし、穏やかに心優しい子にはなってくれたけど、それはお宅の息子さんがしっかりしてるから言えるんですわ。一体どういう勉強法なの、教えてくださいません。母も学習したようだ。途中口数が妙に減っていた。たまに失敗してくーちゃんの超能力に頼ったりしてるけど。え、超能力。やれやれ、仕方ない。超能力者よ、すごい頭脳を持つ人を指す言葉。あら、最近テレビとかで使われるんですよ、超能力者って言葉。今度超能力者の息子さん紹介してね。ごきげんよう。はい、またね。こんな人に隠し事をさせているんだな。くっちゃん、助けられたのも謝るのも僕の方だ。来たか。追手はついてきていないだろうな。漆黒の翼よ。ラグズ、この俺がかつてダークリユニオンの第A級ソルジャーで
組織の真の狙い人類選別計画を知って。なんだか嬉しそうだ。嬉しくねえよ。まあ少しは信じてもらえたか。いるじゃないかここに4人、全員ファントムだけどね。そうだ、信頼といえば盟友のみそぎはやってきたか。ちゃんとやってきたぜ。おお、なんです、イングス連長。今攻撃を受けたんだ。攻撃、メンバー4人全員やられた。より強い結界を張る、協力してくれ。分かった、何をすればいい。小銭とかもか。もちろん、時間がない、財布ごと入れろ。おう、ああ、じゃあ金属類返してくれるか。いや、それはダメだ、まだ結界は不安定な状態。では明日もこの時間に来てくれ。あ、引き続き盟友のみそぎもね。ああ、12秒こじらせすぎだっつーの。適当に話合わせただけなのにな。しかもあいつ財布まで置いてったし。友達はよく選んだ方がいいぞ。友達からの忠告だ。ああ、